はい、ハビネスダークのハビネスです。ワンフレーム40攻略の様子やっていきたいと思います。今回こちらのねテネトリビアというやつを使っていきたいと思います。こいつは相当強いですね。切断がゴリゴリ入って一見レイピアみたいな感じの見た目なんだけど、実はね刀シリーズのタツとか、ペナントと同じシリーズのやつでね、まあ、若干リーチ短いのかなという風にも見えなくはないんですけれども、まあ範囲上げてあげればねそんなことは全然ない武器だし、あの切断がとにかく通常攻撃やっててもバンバン入るのでめちゃくちゃ強いなと思って、これ実は育成中なんですよね今フォーマー刺して、そうフォーマー1回1周目かな。でやっぱり切断という能力がねこのゲームでは相当優秀な部類に入るので、切断を制する者が、ミッションを制すると言っても過言じゃないところも若干あります。まあもちろん切断だけじゃないけどね、うん、でも切断を制する、切断の能力を理解したりだとか、切断をいかに相手にうまく付与するかしないかっていうところできちんと考えて戦うことができれば、それはもうあの殲滅力の効率化にもつながりますし、ミッションをいかにね、素早くかつ安全にクリアできるかっていうところにもつながります。例えばプライマリとか射撃の場合だったら弾の節約にもなったりするし、あのいろんなねその考え方がやっぱりできるので、その DOT と、ドットダメージですね、通称言われるものですけれども、やっぱね、それをもともと兼ね備えてて、でテネト武器って大体切断強かったりするんですよ。まあクバ武器もそうなんだけど、大丈夫か切断って心配になるぐらい強いあの今後のウォーフレームもう切断一強でいいんじゃねっていう人今もいるんじゃないかな。まあ昔からいるのかもしれないけど、もう切断で一生みたいな風な人もいるんじゃないかなと思いますね。まあ言うてね、あのコーパス生なんかは完全に毒持ってった方が全然いいですけれども、このテネトリビアとかね、あのホロキーでゲットする際に、まあ、ステータス一緒に見れるんですけど、まあ、何のねステータスが付与されているのかっていうのもチェックした方がやっぱりいいですね。その電気ダメージなんだけ入ってたりすると、そのじゃあ毒はどうやって、その発動させようかとかっていうのはやっぱりもっと構成次第になってしまうので、まあ、そういったところ注意が必要ですかね。まあ、時期でも取れる時はあると思うので、時期ダメージもともと入っているとね、それはそれでもうあのコーパス勢のシールドなんかにもアプローチできるんで、あっという間に、まあ、あの有利にねことを進められるだろうなっていう感じですね。今回ねわざと、テネトリビアしか持ってってないですけれども、あのもうそれでも十分こいつ1本でねソーティーをどうこうしようっていうのも検討できるので、見た目もかっこいいし、あの高レベル帯にも通用するし、非常にね他のアビリティとの兼ね合いをより一層見たいなと思いますね。まあ、だから単純に火力バフを上げるのもいいし、今回ねこの最後の潜入ミッションで持ってってるあのスティッキニングパルスっていうやつ、ヘルミンスの組み込みでできるんですけれども、あの敵にねその状態以上のスタックを増やして、でその発動効果時間、まあ3秒とか伸ばしても短いんですけれども、その時間内ずっと切断を付与し続けましょうねとか持続が続くんですよ。いやな、もう本当に強くてこれちょっとねまだフォーマ育成5になってないから、その完成した時にねもう絶対ビルド紹介もやろうと思ってるし、なんかねちょっとこうどんな遊びができるのかなっていうのはちょっとワクワクで、うん、まあ育成結構大変なんですけどね、テネト武器とかもランク5まで、あ、ランク5っていうかあの5周のフォーマー育成が必要だったりするので、そうだけどね本当に楽しみで、今メイン使いにしようって思ってハマって使ってる人もいると思いますね。まあホロキー、まずねホロキーのゲットが大変なんで、そこをねどう効率よくやっていくかっていう、俺も本当に仕事とか動画編集の合間を塗りながらやってたりするから、まあ苦労するけれどもその価値はあります、本当に。うん、これ全然関係ない話なんだけど、これねなんかちょっといつもやんないような間を抜けるみたいなちょっとかっこいいオペレーター、まあどうでもいいね、オペレーターはいつもかっこいいな。まあそんな感じで、テネトリビアは非常にね優秀で、フレームとのアビリティの兼ね合いも超楽しそうみたいな、なんかガルーダとかなんか持たせてもいいのかなと思いますね。うん、ある意味そうなんか切断同士でみたいな、まあそんなイメージが勝手にあるんですけど、まあでもどんなフレームでもねあの切断と相性がいい、そしてねあの攻撃速度を上げたりだとかバルキアとかもいいんじゃないですかね。まあ効果範囲上げると、あの攻撃範囲か上げるとね非常にもっと使いやすくなるなっていう、もう初めてこんな本格使用しましたけれども、そんな印象がありましたね。はい、今回持ってったねレベナントの最後の潜入ミッションのビルドです。これはスティッキニングパルスを使う感じですね。うん、まああの効率をわざと高めて運用してるという感じですね。連発できるようにって、いつでも放てるようにということを狙っています。はい、
で、こっちが、最後以外で使ったレベナントの構成になりますね。まあ、ロアを使いながらね、最初耐久ミッションだったんで、まあでも、レベル50とかっていうのも、本当に基本的にはもっとポンポンポンと刺すだけで、本当なんか、一振りで死んでるんじゃねえかみたいな、そんな感じですね。で、こっちが肝心のテネトリビアのランクですね。まだ育成中ですけれども、まあ、コンボワイルス重視でちょっと戦ったりしてましたね。まあ、もっと他の構成遊びがいのあるね、もっと切断中心でとか、なんか面白そうなんで、いろいろと研究してね、使っていきたいなと思います。ハビネスダークのハビネスでした。ご視聴ありがとうございます。他にもね動画たくさんありますし、まだまだどんどん増えていきますので、ぜひチャンネル登録や、コメントで応援いただけると嬉しいです。またね、バイバイ。